キレイです。よろしくお願いします。今日はですね、6月30日木曜日です。明日から7月ですね。で、まあ、1年の半分が過ぎたということでいいのかな。早いですね。めちゃめちゃ早いですこのペースであと半年過ぎるともうお正月ですから。いや、本当あっという間でしょうね。で、季節の、まあ、移り具合も早いし、もうこの前梅雨だと思ったらもう明けてまして、めちゃくちゃ暑い日が 連日続いてですね、もう夏ですよね、今年はちょっと梅雨が短いようで、野菜のね、不作っていうのかな、野菜にあまりこう養分がいってないようなんですよ。だから、またね、野菜の値段も高騰するようなね、ことが予想されてたりとかして、しかもね、まあ今ね、物価高いじゃないですか、円安で、っていうこともあったりとか、だんだんこう住みにくい世の中になってますけど、そんな状況でですね、僕は今日はこんな夜更けにバナナを買い見ました。感想動画をお送りします。よろしくお願いします。6月30日に今、感想動画撮ってるんですけど、アップするのはですね、もうちょっと遅くなると思います。はい、いつぐらいになるのかな、ちょっと分かんないですけど、来週中にはあげたいなとは思ってますね。まあちょっとその辺編集はすぐできるんですけど、その間に出したい動画とかが出てくるようだと、そっちを先に出してしまうんで、ちょっとこうその辺ね、考えながら出していきたいと思ってます。はい、では感想動画いきますけど、僕はですね、この映画久々見たんです。公開がですね、2018年12月28日に公開、監督が前田哲さん。前田哲さんって僕あんまり知らないんですけど、でもなんか映画見てみると、まあまあまあ、いくつか見たことある映画が多いし、やっぱ感動ものとか多いかな。ちゃんとこう、しっかりした脚本、起承転結のある正統派な映画を作るような監督の印象を受けますけど、この映画も、まさにそんな映画でした。もともと原作がありまして、ノンフィクションの原作、これを映画化したということなんですよね。で、主演が大泉洋さん、で、脇を固めるのが高畑充希さんと三浦春馬くん、この2人は重要ですよね、とても。で、萩原正人さんとか、渡辺真希子さんとか宇野昌平さんとか、こう続いていくわけですけど、やっぱね、多分皆さんそうだと思うんですけど、やっぱ原田美枝子さんがね、僕のいた時間でも春馬くんと共演してるし、やっぱりこの僕のいた時間ってね、この映画とリンクするような部分多いじゃないですか。やっぱ三浦春馬くんっていうことだったり、ALS と、あと筋ジストロフィーという、まあ全然違うもんなんでしょうけど、まあ一般的な人が見れ、一般にね、思うのはやっぱこう症状は似たものなのかなというかね、そういう病気をテーマにしているというか、病気を扱っているというところでね、
まあ、そういったところ共通部分が多いのかなと思ったりするんですよ。で、僕のいた時間だと原田美恵子さんはその ALS に、罹患してしまう三浦春馬くんのお母さんの役をやってたわけですよね、だから今回は、大泉洋さんの主治医っていう形で出てますけど、全然ね役柄としてもう性格も全然違うタイプの感じで、原田美恵子さんね、僕昔好きだった、僕はまあ高校生ぐらいの時ですけど結構好きな女優さんでした。あの石橋亮さんですもんね、旦那さんが ARB の石橋亮さんで、娘が、石橋静香さん、石橋静香さんもね、なんかこうお父さんとお母さんの両方の DNA を受け継いでるのがよくわかるような感じですよね。こうなんていうのかな、さっぱりしてるというか、女すごい女性的な魅力があるんだけど、中身はね結構男っぽいところがあったりとかして、好きな女優さんではありますけど、で、そうですね、あと主題歌がポルノグラフィティのフラワー、この曲すごい良かったです。やっぱラスト主題歌が流れる、まあもちろんね、このあの挿入歌でかかるブルーハーツですよね、ブルーハーツのあれなんだっけ、キスしてほしいかな、あの曲もすごいいいんですけど、このポルノグラフィティのフラワーっていう曲もとても主題歌として良かったです。あの曲が流れて、あのスタッフロールが流れるのはとても見てて心地よかったです。なんか、僕これ映画館では見てないんですけど、映画館で見たらとてもこうしっくりするような曲だったんじゃないかなと思いますね。まあ、ブルーハーツのね、キスしてほしいが、とてもインパクトあるんで、そっちに負けてしまいそうなね、感じもするんだけど、まあそんなことなくて、別にそれはそれで分けて考えるべきで、あそこでエンディングにキスしてほしいがかかってしまうよりは、僕はこのフラワーという曲の方が、ちょっとこうまたね、ストレートじゃないんだけど深い意味があって良かったんじゃないかなと思います。もちろんキスしてほしいもいい、好きですよ。僕はもうこの曲を聴いて育ったような世代ですから、もう曲を聴くだけ、ブルーハーツのねこの頃の曲聴くだけでもう涙が出てくるぐらい、僕はブルーハーツ好きですし、今でもなお聴くアーティストではあります、でね、とてもね、そのキスしてほしいのなんだろうな、歌詞とかそういったものととてもリンクしてるというか、この映画がね、思わずね歌っちゃいたくなるというか、元気が出てくる曲なんですよ、そういうこともあって、挿入歌としては最適だったなと思いますね。よくこの曲を持ってきたなっていう気がします。とてもね、あのストーリーと合ってますよね。僕はね、この映画見て、僕は映画館に見に行ってなくて、DVD かなんかになってから見たんですよ。配信だったかな、ですけどやっぱり、すごいこの映画インパクトあって、今回2回目か3回目ぐらいなんですけど、3回目ぐらいかな、またさらにね、違った見方ができたような気がします。いい映画ですね。泣いてしまいましたし、泣く場面何回もあったし、そのただねかわいそうだっていうような涙じゃなく、とてもポジティブな涙、生きていくっていうことの素晴らしさっていうことの涙みたいなものがね、僕のこう感情を揺すぶって
涙として出てきましたね。僕はね、この映画はその難病と戦う 人の映画というか、難病と戦う姿を見せる、それがテーマではないと思うんですよ。やっぱり人間、うん、そのこのね、大泉洋さんがね、大泉洋さん演じる鹿野さんがとても人間、超人間っていうかね、ザ人間というか、そういう人なんですよ。はじめはとてもなんだろう、わがままばっかりで、人に頼らないと生きていけないっていうのに、とてもわがままで自分のやりたい放題やるわけなんですよ。そういうふうに見れるんです。そういうふうに演出されてるんですけど、だんだんですね、逆転するんですね。最後には人の心まで動かすぐらいの力を持つ人に成長していくわけですよ、うん、でとてもプラス思考でポジティブで絶対に諦めないっていうような人がゆえのわがままというか、うん、で他の人たちはどうしてもね、初めはなんかかわいそうだからとか、私たちがいないとこの人はなんかね、ちょっとこう下に見てるような雰囲気さえあるんですけど、だん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 ね、鹿野さんの方が人間的、体力的には負けてるとしても、劣ってるのかもしれないけど、人間度量の大きさとかね、人間的な心の広さとか、そういったもので他の人たちを超えていくんですよ、どん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 。その姿がこう見て取れるですよね、うん、で見てる僕もとても勇気づけられるというか、人生って短いなって改めて思ったし、何かを始めなきゃとかね、どんな小さなことでもいい、目標を持って生きるってことが大切なんだなって思いました。で特にこの映画の中で勇気づけられると と同時に、とても成長していくのがこの高畑充希ちゃんと三浦春馬くんなんですよ。この二人は付き合ってる、恋人同士なんだけど、ひょんなことからね、高畑充希ちゃんはこの鹿野さんの、お手伝いをするようになるわけです。ボラをするようになるわけなんですけど、初めはね、なんでこんなことしなきゃいけないぐらいの、何このわがままな人みたいなね、印象を持っていた美咲ちゃんがだん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 変わっていくわけですよ。変えられていくわけですよ。あまりの純粋さというか、ひたむきな努力というか、その全てをさらけ出す、その鹿野さんの性格と言っていいんでしょうかね、そういった人間的な、人間的なっておかしいか、人間そのものに、彼そのものに変えられていくわけですよ。でもともとね、ボラをやっていた田中くん、三浦春馬くん演じる田中くんなんて、鹿野さんに嫉妬していくわけですよね。どん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 こう、人間としては自分は負けているっていう風に感じるようになってくるわけですよ。だん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 。いや、でそのもう後半では逆に勇気づけられて、ね、田中君自身が、今まで
ボラとしてねお世話をしていた田中君自身が、うん、その精神面ではとても鹿野さんを頼りにしているというか、彼の生き方に動かされるという、とてもとてもばっか言ってますけどね、本当実際この人がいたわけですからね。僕は、うん、すごいなと思いました。まあ、あの映画終わってから実在というか本物の映像が流れるわけですけど、あ、この人なんだなっていうのがそこでわかるわけですけど、なんかね、一瞬ですけどね、ほんの何秒かですけど、とてもエネルギッシュな感じが見て取れました。うん、だからこの映画を見ててやっぱり、いろんなこと考えましたね。そのもちろんね、 ALS を扱った僕のいた時間もいろんな僕は影響を受けて、その生きる強さみたいなねものを感じたんだけど、この映画と比較するとやっぱり少し違うんですよ。僕のいた時間の誰だっけ、主人公ちょっと名前ど忘れちゃいましたけど、彼自身のその病気に立ち向かっていく姿っていうものに僕はすごい感銘を受けたんですけど、この映画ではですね、病気云々っていうよりももう人としての生き方、病気はもう関係ないんだっていうような感じがするんですよ。病気は病気で受け入れているんだけど、それを受け入れてしまったら、あとは生き方、自分がどう人生を過ごしていくか、その生き方に、生き方をクローズアップしたような映画だなと思う、テーマだなと思いました。だから別にこの筋ジスっていうよね、筋ジストロフィーというような病気にかかってるわけですけど、そうじゃなくても、同じような映画っていうのは作れるわけで、で同じように感動はできると思うんです。ただ分かりやすいんですよね。こう、まあ、わざわざこれは作り物ではないですけど、このドラマは作り物じゃないけど、生き方ってその人によって、その人によって生き方っていうのは変わってくると思うんですよ。多分こういった病気になってしまうと塞ぎ込んでしまったりとかする人もいると思うんですけど、鹿野さんって全くそういうとこないじゃないですか。だからその人による、だから例えば健常者であっても鹿野さんより幸せじゃない、自分のね心の持ちようで幸せじゃないっていうふうに思ってる人もいるし、生きてることが素晴らしいって感じてない人もとてもいると思うんですよ。だからその象徴がこのドラマの中で象徴とされるシーンが、やっぱりイル・ハルマ君がね、その大学を辞めようとした時に、やっぱり同じような車椅子のかな、少年がね必死に頑張ろうとする姿を、そのやっぱりその何だろう、鹿野さんのね記事を貼り付けて彼のような生き方をしたいっていうことをね
見せてくれるシーンがあるんですけど、やっぱあそこは重要で、病気っていうのをまあね、本当そういうふうな病気になってしまうと絶対に塞ぎ込んでしまうのは分かるんですけど、それは跳ねのけるぐらいの強さというかね、人間的な強さというか精神的な強さを持つことによって未来が開けてくるという。でそれがまた周りの人たちの勇気になって、自分もこう生きたいっていう思う人が出てくるというね。で、まあ、実際そういう少年もいたんでしょう。で今回これをね、この物語を映画化にすることによって、これを見た人たちがまた同じような気持ちになって、頑張ろうっていうふうに思えるっていうのがね、とてもいい、良かったですよね。ね、やっぱりね、なんかなんといっても三浦春馬くんとね、高畑充希ちゃんのなんかこう恋人っていう、ずっと恋人同士っていうかね、この二人の恋愛も描かれてるわけですよ。その恋愛映画として見ても楽しめるというか、僕はなんかこうほのぼのとしてね、良かったです。高畑充希ちゃんがね、やっぱりなんかね、すごい普通っぽくて、普通っぽいんだけど、普通っぽさの、普通っぽいがゆえの魅力みたいなのがね、出てるんですよ。ちょっとね、気が強いんだけど、すごいこういう女性には惹かれる男性多いんじゃないでしょうかね。で、春馬くん演じる田中くんはね、とても優しい。彼女を、彼自身がね、すごい成長するんですよね。最初は嫉妬したりとか、気が弱くてなかなか先に一歩踏み出せないような性格をしてるんだけど、それがね、鹿野さんと接することによってたくさん勇気をもらって前に進んで、でいずれはね、高畑充希ちゃん演じる美咲ちゃんをね、包んであげられるような男性に変わっていくという、まあそういうような話だったし、鹿野さん自身も美月ちゃんにね、美月ちゃんじゃないや、美咲ちゃんにプロポーズするわけですよ。ああいうところとかすごい良かったですね。で、だんだんね、病状が悪化して喉に空気を送り続けないと死んでしまうっていうような器具をつけるわけですけど、器具をつけた後に、器具をつけるとどうしても喋れなくなるんだけど、まあそのなんだろう、訓練すれば喋れる、声を出せるっていうことができるっていう情報をしてね、一生懸命鹿野さん頑張って実際喋れるようになるわけですよ。でそれを知った美咲ちゃんがね、鹿野さんの手を握って自分の胸に押し当てて、おっぱい触りたかったんでしょうみたいなこと言うじゃないですか。あそこはなんとなくコメディチックなんだけど、もう涙出てきましたね。ああいうところ、ああいう場面を見ちゃうと僕はもう弱くて、やっぱりどんな状況であれ、人は何歳であれ、やっぱり生きる上で恋愛っていうのはとても大事なんだなっていう、人を好きになるっていうことはとても生きるという、強さになるんだなっていうことを知ったし、そういうシーンだったし、あそこで僕は涙出てきたんですよ。で最後までこの生きるっていうことと人を愛する、人に恋をするっていうことが同時にこう描かれてるじゃないですか。僕はそれがとてもね、良かったです。本当の恋愛、ただね、鹿野さんっていう人間を愛するっていう
こともあるけど、他の周りの人たちはね、鹿野さんっていう人間的な魅力にどんどん惹かれてって彼を好きになるっていうところも描かれてるけど、そうじゃなく本当の恋愛として、このなんだろうな、同時に、描かれてるっていうのがね、僕はそこがね、その2つの軸がね同時に描かれてるっていうのはこの映画のとても素晴らしいところなんだと思うんですよ。病気だけに偏ってないっていうところがね、僕は気に入っていて、この映画の。だから、光る部分があったんじゃないかなって。この恋愛の部分だけ切り取ると別に大したストーリーではないんだけど、とてもこう2つの軸をね同時に演出することで、とてもこう恋愛の部分がね光ってくるんですよ、これ。だから高畑充希ちゃんと三浦春馬くんが2人で2人のシーンってとてもハラハラしたりとかドキドキしたりとか見ててしました。でとても2人が魅力的に見えました。その他の人たちは本当ね脇役に徹してる感じなんですよ。全然こうなんだろうな、映画内で前に出てこないっていうかね、目立たないというかオーラを消してるようなね、感じなんですよね。で佐藤浩市さんも出てたんで、あ今度は春馬くんのお父さんの役なんだみたいな感じでね見てたりとかして、そういった部分でも楽しんだりできました。またこれ見たいと思います。2回目3回目見る回数というか、見るたびに新たな部分が見えるというか、そんな気がしてます。だからねまた見たいと思います。これはねまたどっか映画館とかでやってくれればそっちね、ドリパスとかでやってくれればまた大きい画面で見たいなと思いました。そんな感じでしょうか。以上になります。ありがとうございました。